ゆなです。ピンク、ラテ、ティー、ピー、始まるよー。イエーイ。はい、ということで今日の企画はゆな一人の企画なんですけど、突然暇電話をして一番付き合ってくれる人は誰だ選手権、イエーイ。ということで今からパッて電話かけて、暇電話なんだけどって感じで電話をして、誰が一番長くね、誰に付き合ってくれるかっていうのをね、検証していきたいと思います。皆さんも予想しながらね、見ていただければと思います。それではどうぞ。はい、では早速エコちゃんにかけていきたいと思います。かけると音が鳴る。あ、もしもし。もしもし、エコちゃん、こんばんは。こんばんは、おはようございます。こんばんは。今何してました？ TikTok 見てました。 TikTok ね、どういう感じの動画見てた？なんだろう、え、わかんない、適当にバーンって見てた。あれ、なんか改めて電話すると何話せばいいのか分かんないんだけど。おすすめのなんか韓国のコスメとかありますか？なんかルーマンド、うん、リップがずっとおすすめって、うん、いろんなところに行ってるやつなんだけど、うんうんうん、それが本当におすすめです。はい、ありがとうございます。ルーマンドのさ、ゼロベルベットティントみたいな、それが持ってる、うん、なんかマットとさ、うんうんうん、なんかグロスみたいな感じ。あ、あるあるある。結構マットも好きだし、でマットはリーダーにもらってそれの色がめっちゃ可愛いなって思ってるから、それはおすすめです。マットのやつが05で、ジューシーラスティングティントの方が08。ありがとう。で、あともう一個。あ、はい、が07。あ、ありがとう。ゆなちゃん、んテストとか終わった？今日終わった。お疲れ様だ。ありがとうございます。帰ってきてるんだけど、ジョルに英語がすっごいやばかったの。本当に単語ってなんか大文字にしてなかったりとか、意味が違うやつをなんか反対っ子に覚えてたらしくて、十何点ぐらい失いました。それのせいでやばいと思って、やば、学年末だからもう英語終わったと思って、他の教科は結構絶好調だったのに、英語だけすっごいもうジーンって感じだった。え、エコちゃんは期末どうだった？まだ。まだ？うん、おすすめダメじゃん、結構。なんか今勉強をやっているんだけど、集中できないみたいな。集中できない。どうしたら集中できるんだろうね。勉強ってどうやって集中するんだろう。みんな2、3時間も勉強してるかなみたいな、日常的に勉強してるかなとか言うけど、どうやってやってるの？エコちゃん頭良さそうなんだよな。でも実際頭いいよね。いや全然マジ頭悪くなってきちゃって。じゃあ次の撮影で話すことがいっぱいできたね。学ぶ。じゃあ、うん、はい、はい、じゃあダンスに頑張ってね。うん、ありがとう。うん、バイバーイ。バイバーイ。はい、ということでエコちゃんと話した時間がですね、18分38秒です。はい、じゃあ次にレイラちゃんにかけたいと思います。レイラちゃんとは、ね、結構出身地が近いので、もしもーし。もしもーし。もしもーし。こんばんは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 。え、それ何日ぶり？なんかこの前も。何日ぶり？何日ぶり？この前。土曜日？日曜日か。日曜日だよね。だよね。3日ぶり。土日はね、あったんですよ。土曜日に撮影があって、そう日曜日も事務所で会って連続で会ったんです。ですインスタに出た写真が載ってるからみんなわかると思うんだけど、レイラちゃんとね、あの電話するのは初めてなんだけど、可愛いんです。あ、なんかね、お願いしますみたいな感じの雰囲気だったから、あんまりそういう話すタイプじゃないんだなと思ったらね、仲良くなってからすっごいもうね、えー、ゆなちゃんみたいな。やっぱり人見知りが激しくて、うんうんうん、最初はね、そうだね、みたいな感じだったよね。で、可愛いなと思いながら見せてく。いや今度遊びに行けたらいいよね。そうだね。名古屋とか行きたいね。遊びに行けたい、すごく今なかなか、そうなんだよね、コロナでちょっと行けないから。ディズニーとかさ、めっちゃ行きたくない？え、めっちゃ行きたいと思って。いいね、めっちゃいい。行きたい。覚えるコツみたいな。覚えるコツ？うん。何回も見る。何回も。
やっぱ大事なのか、やっぱ覚えるのが遅いんだよね、本当に暗記できないみたいな。何回も見たらなんか分かんないけど入ってくる、頭に。すごい、なんかその入ってこないんだよね、本当に。どうします、この辺にしとこうかな。どうしよう、そろそろ終わりますか。終わる、終わる。じゃあ、はい、また、え、また電話、そうだね、できるときに、うん、しましょう。また次の発言でも話そう、会いましょう、会おうね、ね、話しましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。はい、ということで、レイラちゃんと話した時間がですね、28分50秒です。めっちゃ、でエコちゃんがさっき18分38秒だったんで、もうレイラちゃんが上回ってしまった。次にアリアちゃんにね、電話をかけていきたいと思います。ちょっと忙しいから、アリアちゃんは大丈夫かな。はい、もしもし、もしもし、こんばんは、もしもし、こんばんは、もしもし、こんばんは、もしもし、ありがとうございます。あ、ゆなです。今まで何やってたんですか。今まで、ご飯を作ってました。え、何作ってたの。すごい。今日のメニューはですね、なんだっけ、ドライカレーです。え、すごっ、すごい、やっぱね、女子力。いやいやいや、食べるのが好きだから。確かに、食べるのもいいし、作るのもいいよね。うん、やっぱありやちゃん、器用なイメージがね、すごいある。え、めっちゃ器用だよ。プレゼントとかもさ、工作作ってたりとかしてたじゃん。あ、工作は好き。すごいと思って。クラフト系は結構好きかも。すごい、暇人なんだけど、これ。暇人なんだけど、最近、アリアちゃん、だから新幹線とかあんまり一緒になんないじゃん、最近。確かに。忙しいのかなと思って、やっぱり。全然そんなことはないっす。ないっすか。ないっす。ポップティーンとかでさ、もう紙面出てるだけでもさ、アリアちゃんと思って。え、見てくれてるの、ありがとう。大好きなの、本当に。なんかあの大人っぽいアリアちゃん、なんかピンクラとかって結構可愛いって感じのメイクとか多いんだけど、ポップティーンのやつと大人やんと。やばい、ありがとう。でもユスちゃんの方が大人っぽいよ。いやいやいや、それは大人っぽいじゃん、めっちゃ。それはでもね、隣で食べ歩いてたりすると本当に一歳差なのかなって思う。本当に、中二だよね、私の知っている中二は。でももう中3になるよ。確かに、でも中3でも大人っぽってなる。中 3? マジで中3でも驚く、絶対。いやでももうすぐに高校になるよ。確かに、いいよね。でも料理は面白い、本当に。だからどんどんレパートリー増えていくのが面白くない。美味しいご飯をね、作ってください。はい。はい。ありがとう、今日は。じゃあ。全然大丈夫です。うん、いや、じゃあね。バイバーイ。バイバーイ。はい、ということで、アリアちゃんとの通話時間が20分24秒でした。はい、ということで、今のところ1位がレイラちゃんの28分50秒で、2位がアリアちゃんの20分24秒で、3位がエコちゃんの18分38秒です。こんな感じでね、最後はね、ゆめかちゃんにね、電話をかけていきたいと思います。でもちょっと今日はゆめかちゃんがね、用事があるからできないので、別日にね、また電話をかけたいと思います。え、みんなちゃんとしっかり付き合ってくれ。みんな優しい。ってことで、では、次の私へ、ゴー!はい、ということで、次は、ひめかちゃんにかけていきたいと思いまーす。もう夜なんですよ、地味に。はい。もしもーし。もしもーし。もしもーし。ゆなです。もしもーし。ゆなです。ワンちゃん。ワンワン。ちょっと待ってね。静かな部屋に行く。うん、全然。普通にお風呂入る前の暇でなんだけど、今終わったらお風呂入ろうみたいな、その前にひめかちゃんに電話かけようみたいな感じのノリなんだけど。いいよ。てか最近ね、ひめかちゃんがあんまり、ちょ、受験、あ、そういえば受験終わった?終わった。うわー、おめでとう。ありがとう。すごい、やった受験受かったって。まだ私のお姉ちゃんまだ受験
まだ受けてもねないの。なんか3月何日ぐらいにあるらしい。あ、そうなの。滑り止めとかでさ、2、3回受ける人とか、あ、大体の人そうだけど、なんか意味かもそこって決めて一つ。あ、うん、でも終わったから。お、もうじゃあ卒業は安心して卒業できるというか。そう、めっちゃ気抜けて。全然もう勉強とかもやる気にならないし。それはそう。テストごと同じ感覚だよね。もう終わったわって感じで。だって今更もう頑張ったって受験関係ないな。寝返されました本当に。そうゆなちゃんさ、うん、最近会ってないね。ね、そうなんか撮影で。ゆなちゃんさって言ったけどみんなと。確かに。ピンクラ TV、うん、まあ受験で忙しかったりするからね、撮影にあんまり、うん、でももう全然行ける。思い出作りがしたい。もうコロナでどこも行けないっていうさ、遊び行きたい。撮影後、なんか泊まって撮影の日え、するの、うん、ねえ、てか暇でんでさ、お風呂入る前でとか言って1時間電話するっていう。やばいね。じゃあ私たちはお風呂に入ってきます。もう寒すぎてね、半ズボンだったんだけど。半ズボンだったの。寒すぎて1回パジャマ履いた。あ、1回パジャマ着た、よかった。うん、ではお風呂に私たちは入ってきましょうね。お風呂に入っていきます。バイバーイ、またね。ということでですね、もうね、結果みんな分かっちゃってんじゃないかなって思うんですけど、まず、一番最初に電話したエコちゃんが18分38秒でした。エコちゃんとは結構コスメの話とかで盛り上がりましたね。で、次に電話したレイラちゃん、28分50秒でした。レイラちゃんとはやっぱ同級生だし、新メンバーでレイラちゃんが入ってきてから一番仲良くなってくれたっていうか、もうすごい慕ってくれてるから、遊びに行こうみたいな感じの具体的な話でめっちゃ盛り上がりましたね。で、次、3番目に出ました、アリアちゃんが20分24秒です。こちらまた鬼滅のトークとかでね、盛り上がったね。楽しかったです。で、最後に、もうね、今さっき電話してた、ひめかちゃんが56分7秒。もうダントツ。まあでもね、それはね、ひめかちゃんとかもね、用事がなかったっていうのもあるけど、寝る前のやっぱ電話は盛り上がりますね。はい、ということでね、一番暇でに付き合ってくれたのは、ひめかちゃんでした。でも突然電話してみんな20分でもほぼ30分ぐらい、30分から1時間ぐらい電話に付き合ってくれたけど、みんな優しすぎて涙出ちゃう。ポロ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 って感じで、だってエコちゃんとかさ、ダンスのレッスンがあるのにさ出てくれたんだよ。アリアちゃんもちょっとドライカレー作って、レイラちゃんもダンスのレッスンがあるのに出てくれ、ひめかちゃんもお風呂入る前だったのに出てくれ。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。